ひぃ、あぶねえな、ひっくり返って死ぬぞ。というわけで日産サクラ、人生二度目の試乗となります。いい赤色ですね。実はこの個体、公式サイトの一覧ページに載ってない、法人向けの S グレードなんです。たかだか数十万円をケチるために、桜の持ち前の上質感が台無し、86の RC グレードが好きな方は、今回の動画楽しめると思いますよ。さてトランクを開けましたが、元が軽ハイとワゴンなので前後方向が短いです。車中泊しようと思ったら、この室内調と 20kW 泡しかないバッテリー容量が不安材料ですね。良くも悪くも軽規格みっちみち。最上位グレードは300万円を突破するって、もう軽自動車って何なんだよと。さて一般ユーザーを捨てた、プロボックスやミライースのような商用車スタイルということで、いくつも独特なポイントがあります。まずインテリア、クルコン関連が完全非搭載です。ハンズオフどころか、クルーズコントロールでさえも搭載されていません。ステアリングもプラスチックで、右側がスッカスカで寂しいです。ちょっとの遠出でも右足がしんどいですね。さらにひどいと思うのが、オーディオの音量調整や選曲、ステアリングからはできません。このボタンだけが唯一の音量調整です。もちろんスピーカーもいくつか省かれています。ドアパネルは全部樹脂。上質感は微塵も感じられません。以前乗ったのは内外装ともに装飾が入ったグレードだったので、これ桜の汚点だなと思わされます。大抵はアームレストに当たる場所くらいは柔らかい素材が使われているものですが、すべてが樹脂。ドアのロックはここ。全部が連動します。商用車としてはかなり恵まれてる方だけど、クルコンだけはつけて欲しかった。フロントグリルは埋められているけど、ここだけ小さく穴が開いています。コンデンサが車両左側に置かれている都合で、右下は埋められています。EV だと考えると、ちょっとフェイスの開口部は大きいと思います。まあこれ設計速度110キロだし、もちろんフォグはないし、このグレードだけ鉄チンホイール。ボンネットはアルミです。フロントの収納はないですね。お気持ち程度のバルクヘッドの遮音、窓ガラスから風切り音が飛び込んできます。80キロ以上出すような人はリーフ買った方がいい。給油口のところのキャップは金属になっています。薄っぺらいプラスチックが多い中でこれは嬉しい。銅のカッパー色ですね。こういうところがオシャレなのは桜の好きなところです。軽ハイとワゴンらしからぬ上質感をまともなグレードで出していますからね。足元の分厚い吸音材。なおシートが信じられないくらいフラットに倒れます。充電中の仮眠くらいならこれで賄えるレベル。内装に戻りましょう。インフォディスプレイはグラフィックが進化しましたね。パワーメーターや瞬間電気計など、見やすくて助かります。シフトは下に倒すと D と B、ボタンを押さずに上げると、引っかかってリバースには入りません。ストレート式シフトと同じですね。B はボタン。このグレードにはもちろんアラウンドビューモニターもありません。画質はアップ。BYD シールに乗った後なので、価格差があるとはいえ悲しくなります。サイドブレーキが連動しないことがあるんですが、どういう場合で起きるのか不明。いいペダルとスタートボタンですね。パワーモードやエコモードの切り替えが変なところについているのは正直不便。カップホルダーはバネで押さえつけられるので、峠を激しく走っても問題ないです。エアコンはフル液晶のタッチ式です。走行中に操作するのはちょっとやりづらい。リーフと同じく、AC とヒートのボタンが両方ともあります。ピアノブラックの中にタッチパネルの液晶を埋め込んだんですね。その下には引き出し式のカップホルダー。今にも倒れそうでハラハラするけど、案外大丈夫っぽいです。カーナビはぬるさく。リーフよりもさらに速くなりましたね。テスラみたいに、走行中にもこうやってサクサク動かさせてくれよ。装備を削って実現した廉価グレードということで、イコライザーやバランスフェーダーのメニューが残っています。このグレードでいじってもどこまで意味があるのかわからないけど、調整機能があるのは嬉しいですね。イコライザー周りは変にいじらない方がいい気がします。さて最寄りの充電器を検索する機能がありますが、これ当てにならないです。出力が不明だし、営業時間どころか今その施設が残ってるのかも不明。普通にスマホ使うよね。そんなところで走り出していきましょう。最上位グレードに色々つけると330万円くらいになるのですが、それに対して本社は233万円スタート。100万円も安いので、そう考えるとお買い得なのかもしれないですね。セダンタイプの車からいきなり乗ったので、ドライビングポジションが独特で戸惑ってしまいます。軽自動車定番のサイズ、非常に乗りやすいです。シートの座面は平面で、どうやって横 G に抗うんだろうというレベル。ゆっくり行くのを安全運転だと誤解してる人が、高速道路に40キロで合流しようとして、後続を追突死の危険にさらすようなシートです。後で詳しく語るけど、フレームそのものの剛性の割にハンドリングがふにゃふにゃすぎる。前回は山道を流した程度だったけど、今回は深夜の中央道に上がって、可能な限り限界まで走ります。EV といえば高性能ドライビングマシンだけど、桜はそこには入れられないな。限界領域まで追い込んでテストするのが私の試乗動画の目的なので、今日は車の用途とずれた話もたくさんします。うむ、左折も楽だ。
視界も開けているしハンドルも軽いし、車体も小さいので最高ですね。個人的にはオフィスチェアみたいな、車っぽくないドラポジは変な感じですが、まあ街乗りと乗りやすさ重視の車なんでね。ワンペダルもリーフの頃から大きく改善し、違和感なく減速側の制御もアクセルだけでできるようになりました。でもなぜか完全停止まで対応しておらず、最後にブレーキに踏み替えて、ブレーキを踏み込んで止める必要があります。ブレーキホールドはついているのに、なぜこうなった。ワンペダルで減速してきてさあ止まると思ったらクリーピングで進み始めるんですよ。それをフットブレーキで止めるので滑らかに停止させづらいし、ワンペダルがもはや鬱陶しいだけ。街乗り重視の車のくせにしょっちゅう停止するその度にいちいちストレスを受けてしまいます。年次改良で完全停止まで行けるようになることに期待します。ああそうだ、このグレードシートヒーターもついてないんだった。これで長距離を行こうとすると右足が疲れてしまいそうです。このグレードはいろいろとワクワク感が削られている。本当はこれを借りて名古屋大阪間、名古屋東京間のアタックをしようと思ったのですが、クルコンすらないのは私の右足が死にそうです。さて乗り心地に関するところですが、ベンツみたいな乗り心地だとよく言われています。段差を越えた後に少しだけ動いてから、コツンと入ってきて収まる。ボディの剛性と足のストロークのバランスが良く、上質感のある乗り味となっています。この足の動きだけ見れば、長旅も快適にこなせる外車みたいな乗り心地が実現されてるんですよね。静粛性やパワートレインの動作も軽自動車のイメージを塗り替えるもので、非常に快適に流すことができます。軽ハイトワゴンの宿命なのか、100キロ以上出すと世界が暗転しちゃいますがね。なぜか完全停止できない点を除けばワンペダルドライブは違和感なく使え、大通りの加減速にも円滑に対応できます。今はエコモードにしていますが、パワーメーターの 25% くらいの力でも、大抵の流れには乗れる感じです。車両重量1070キロに対して、モーター出力は64馬力の195ニュートン。馬力の割にやけにトルクがあります。市街地での加速性能は必要十分です。これから乗る中央道では全く加速しなくなるけど、そんな桜のバッテリー容量は 20kWh。最大許容充電出力は 30kW。熱だれには強めですが、何百キロも走ってると起きるようです。このバッテリー容量と電気と、充電器に30分繋いだ際に入る電気量から、航続距離の目安の量を作ってみました。ほどほどに走ってれば、満タンからの航続距離は150キロですね。30kW をフルで受け入れられる充電器に30分みっちり繋げば、80キロ分は回復できそうです。今動画で流している大通りにほどほどなゆったりペースで合わせると、電費は 7.1 キロワットアワでした。バッテリー容量の20をかけて、見込み航続距離は142キロ。バッテリー容量が非常に小さいので、電費による航続距離の変動がシビアです。世界では普通車でも 60kWh、グレードによっては 100kWh 級の大容量バッテリーを搭載しているというのに、航続距離はまあいいのですが、個人的に不安なのが車中泊や立ち往生ですね。ちょっと調べたところ、1時間で平均 2kWh ほどの電気を暖房に消費するようです。満タンでも10時間で空になるので、空調は切って窓に断熱の目張りをして、電気毛布と厚着で踏ん張らないとしんどい。積雪地域でも買う人は普通にいるだろうに、立ち往生に致命的に弱いです。桜が立ち往生で電結した様を見て、また EV 全体が使えないという認識になるんでしょ。眩しい。久しぶりに見ました。リアフォグの不適切仕様。ここで右の乗り手を叩くのが定番の流れですが、実は桜のような日産の電動車は、もっとひどい問題を抱えています。それはEペダルで減速している際の、ブレーキランプの目障りかつ不自然な点灯です。遠くの赤信号に向かって、加速も減速もせずにダラダラ進む場面。ワンペダル使用中なら、微妙なアクセルの緩め回路で減速 G をコントロールするのですが、ちょっとだけアクセルを踏みますと、まだ減速 G はかかっているのにブレーキランプが切れます。ハイマウントのランプが内装に反射しているようで、ルームランプからそれがわかるんですよね。市街地ならうまいこと制御できるけど、峠を走っていたらそんなこと気にしてられません。後ろの人に迷惑です。もっと自然な点灯パターンになるよう制御してほしかったですね。ゼロエミッションだとか環境にいいとか言っている割に、後続車たちのことを何も考えてない自分勝手仕様ですもん。さて運命の中央道です。そもそも今回の試乗の目的は3つ。突発的なお出かけに桜がどれだけ耐えられるか。そして高負荷高速域のテスト。この2つが目的ということで、まずは高速合流、しっかり追い込んでいきます。110キロで流れている直線に合流しないといけないので、しっかり速度乗せていきましょう。サーキットっぽい理想的なカーブなのですが、ターンインの際にゆったりしすぎているので旋回姿勢を作りづらいです。路面のうねりでぐにゃっと姿勢を乱してしまう感じもあって、ハイスピードコーナリングからの安全な合流は無理かも。小型車全般にその傾向がありますが、本線の第一車線の車に融通してもらって合流することになります。そこそこなペース感で飛び込んだつもりだったのですが、並んだタイミングでも80キロ程度しか出ていませんでした。192ニュートンというトルクはでかいけど、一番加速力が欲しいところで頭打ちになってしまう感じもあります。同じ EV でも、がっしりしていたリーフとはまるっきり方向性が違います。
こっちは速度を上げるとノンターボの系みたいだ。さあいよいよ中央道の始まりです。今見せた通り高速域が非常に不安なので、安全な範囲に抑えた実用上の最速ペースで行きます。EV といえばハイパフォーマンス。桜においてもここを称賛する声は多い。私も前回の試乗にて、峠の上りでそういうことを言いました。でも深夜の中央道の上りに来て、一気にイメージが変わってしまいました。まず風切り音が大きく、明らかに車体が風に流されています。すれ違っていても皆さん思いませんか？この桜という車、背が高すぎると、角が丸められた、ある程度は空力に配慮したデザインではありますが、というかおっと、全然スピード出してないのに、風圧でぐらっと車体が揺れたのを感じますね。トラックの脇にできている空気の渦、それで進路が乱れそうになるほどブレます。桜は軽の中では高性能よりだと思うのですが、軽は高速余裕とネットで言っている人は、何を考えているんだと思います。レクサス ES の際は160キロくらいでも余裕で流せていましたが、こっちは110キロでも余裕ないよ。踏んでいっても加速感がないし、110キロ程度のスピードでさえ、桜には設計オーバーだったようです。ちなみにとある方の検証結果をもとに計算すると、80キロから120キロに増速した際、燃費は 41.4% 悪化することが確認されています。空調や装着タイヤなどの条件次第で、本当に航続距離が半分になりそうです。いくつだけメリットがあるとするなら、そもそものモーターの出力がしょぼいからか、アクセルを踏んでもそんなに燃費が落ちません。この中央道の走りで、最悪のポイントでも 4.6kWh の燃費が出ていました。高速を降りる数キロ前にずっと右レーンを塞ぐ超迷惑なトラックに詰まったのですが、その数キロの間に、全区間電池が 6kWh まで回復してしまいました。長旅では電池の熱だれも起き始めるので、基本的には80キロ程度で走ることを勧めます。追い越しで瞬間的に100キロ出す程度にしてね、それ以上は吹っ飛ぶような大事故の危険が出てくるのでやめてください。さてガラ空きになったので、中央道の上りでトップクラスに危ないこの下り坂で、恐怖のスラロームテストだ。おっとっとと、これはむちゃくちゃ怖いですね。何がダメかって、切り始めてからロールがビシッと安定するまで、かなり大きな間があるんです。中央道のカーブの中でのレーンチェンジでは、ちょうどそのふわっとした姿勢が定まらない状態のまま、レーンを移ることになる。レーンチェンジが終わってカーブに沿ってハンドルを切ろうとしても、入り口がだるすぎるので曲がっていかない。そしてはみ出しそうになる。本当に危ないし恐怖だし、事故の原因にもなりそうなので何とかしてほしいですね。ただ一旦ロールを収束させて旋回姿勢を作ると、持ち前の軽さとボディの剛性、車体のコンパクトさでスイスイと曲がり出します。つまりセッティングの問題なんでしょうね。本当に危ないのでやめてほしいです。さあパーキングエリアから本線への合流です。70キロ程度までは結構な加速力が出るので、集中していけば問題はないかと思います。ただ路面が微妙にうねってる中央道では、このレーンチェンジ1個取っても、常に路面のうねりにハンドルを流される感じがする。テスラのモデル3や BYD シール、リーフの安定性を知っている身としては本当に悲しくなります。テスラが作ってくれた、超高速域でも安定性や電費ともに、EV は快適に安全に、早く行けるんだというイメージ、すべて台無しにしています。世間的に思われている以上に、桜という車は高速域を捨てているようです。いっそのこと100キロを超えたら、速度計の数値を真っ赤にすればよかったのに、まあ私は GTR に対して、乗り心地が悪すぎて評価に値しないと吐き捨てるような人間なので、この中央道の話は置いておきましょう。とりあえずパーキングに入るとき、E ペダルや D レンジを使います。そうするとアクセルを抜くだけで、モーターが出せる最大の回生力が出て、無駄なくエネルギーを回収しつつ安全な速度に減速できます。これはありがたいですね。さて国道19号線に来ました。春日井インターから中津川までを下道で繋ぐこの期間、深夜帯に通ると必ず信号無視を見るし、平均走行速度は110キロオーバーです。この道だけは日本を名乗れない民度だと思いますね。深夜帯は特に流れがいいので、名古屋から諏訪湖まで、下道で行きたい人には便利だけど、というか運転中ははっきり見えなかったけど、やっぱりあのあると信号無視してますね。まあ岐阜の深夜ではよくあることなんですよ。低変装の信号無視は、そういうのを数えきれないほど見てきたからこそ、悪の感情をためないために私もそこそこ飛ばすようになったのですが、今目の前を通ったあると、走行ペース的にさっきの信号無視だと思うんですよ。すでに数百メートルの差がありますが、負けたくないので追いかけます。相手はあると、ノンターボの軽自動車。乗ったことはないけど、加速性能が終わってる車であの走行ペースは常時ベタ踏みでしょう。さっき言った通り、ターンイン時の入り口がフラッフラな桜。それはワインディングも同じで、ターンインする際にいまいち姿勢が安定しない。またこの区間は少し上りになっていて、軽の中では速いと言われる桜でも、80キロ以上の加速の遅さが目立つ。私が普段乗ってる車と違って、旋回姿勢が安定するまでの間が大きすぎるので危険です。この辺のコーナリングは、
きっと左フロントタイヤが鳴り続けるような旋回になりました。実はそういう領域まで追い込むと、逆にタイヤグリップとボディ剛性で安定して曲がるんですね。ここの連続コーナリングで一気に差を詰めました。いつもそう。直線で飛ばす人に限って、コーナリングで追い込むことをしない。その信号も無視するんだろ？今回はついていって車間詰めて煽り切らすぞ。ほら、無視しろよ。お前も岐阜県民だろ。止まってて草。ああ、ナンバープレート映っちゃうけど、さっきの大通りを流してた際は他の車のを隠してないからな。私が他人の信号無視に慣れちゃったせいで証拠を取っておらず、同じ人なのか、たまたま同じ色の別のアルトが飛ばしただけなのか、判別できないですね。今動画を見返したらホイールの色が違うっぽいし、地元の暴走民なのに住宅地の中を爆速でショートカットしないのもおかしい。家っぽいところに入ったけど、あそこがあの人の家なのかもわからないし、なんかミスると滝沢ガレソみたいになりそうなのでぼかしておくことにしましょう。まあ深夜の国道19号線ではあの手の信号無視は日常なので、皆さんも信号は守らないでください。青信号なんか守ってたら横から突っ込まれて死にます。日本だからって法律や交通ルールが通用すると思ったら大間違いですよ。というわけで岐阜に3年くらい住んだ私からこの地域の裏事情をお伝えしたところで、昼クライムアタックをやっていきます。ここから先の上りはたった数キロで200メートル標高が上がる、かなりの急勾配の昼クライムなんです。ここをパワーモードでガンガンに踏んでアタックします。とは言ってもパワーモードだと4割踏んだ時点でモーター出力の9割を出し切るような状態なのですが、さあ谷の上にかかる橋に来ました。この橋を昼間に遠くから見ると圧巻なのですよ。天空へ伸びていくような一本道、トルクの使いどころです。倍速編集も入れているので、桜らしからぬ速さで気持ちよく駆け抜けられます。ベタ踏みし続けたとしても、桜のパワーじゃこんな速度出せません。そうやって走った結果の電費は 2.4kWh。この電費で走り続けると航続距離は 50km 超えられない計算。さあ私のお気に入りの道の駅、おばあちゃん市山岡に到着しました。ここには 20kW 級の急速充電器がありますが、遅すぎて使い物にならないと口コミに書かれています。うむ、車体が小さくて視界もいいのでアラウンドビューモニターはいらないね。12時42分、48% から充電開始。30kW まで受け入れられる車種を 20kW 級に繋いで、電池に入ってるのは 14.5kW 程度ですね。この時間でトイレ休憩と、水車を見に行きます。日本最大らしいです。これが本当に大きくて大きくて、たまに深夜に来てはぼーっと眺めています。メモを取ったり撮影したり休憩したりで歩いていたら、実は30分は一瞬です。80% 地点では 11.2kW 程度。少ないバッテリー容量で次のステーションの充電渋滞をパスすることも考えると、正直遅いですね。1時12分に完了。メーター内の情報ベースでは、30分で 36%、55km 回復しました。レーパーから下にも少し残っているとは思うのですが、とりあえず 20kW の 36% の 7.2kW 泡が入ったことにして、30分回復距離を求めたのがこれ。抑えて走れば 80km くらいはいけそうに見えますね。90kW 級に繋いだ際の実験記録を調べてみると、34分で 10% から 80% までいけるようです。このデータを元にまた計算すると、30分回復距離は同じく 80km くらい。高速道路の長旅においては、本当にゆっくり進むことになりそうですね。さて私ですらお化けが出そうでビビるような、ダムの上を走りましょう。この辺りにとある吊り橋があるのですが、深夜に渡って下を覗き込むと、幽霊に突き落とされそうになるんですよ。奥が見えないくらい真っ暗で、渡ってしまうと生きて帰ってこられないんじゃないかと思います。結構しんどい山道の下りで、ユーロビートを流しています。ワンペダルの強力な回生で楽に走れるけど、ブレーキランプの点灯タイミングは謎です。ハンドルが軽く、ステアリングのギア比は普通なので急カーブにも対応しやすいです。瀬戸の市街地に降りてきました。ワンペダルがあると快適ですが、完全停止まで行けないのがポンコツです。桜で最も大事な街乗りで、ワンペダルの強みが消えているわけですからね。本当はここでも30分充電するつもりでしたが、意外に電池が余っているのでパスします。ずっと下ってたおかげかな。4時間くらい走りっぱなしでしたが、意外にも電池は足りました。むしろ充電時間にゆっくり過ごせるので、これはこれで快適です。実はカーシェアサービスで Z34 が消えている最中で、消滅する前にもう一度乗るために予約を取りました。また東京まで日帰りで行くわけですが、今回は 40kW 泡のリーフを借りていきます。計画は練ったけど、どうなるのか私も気になっています。次の動画はそれか、Z34 か、三菱の SUV ですね。さあワンペダルで停止まで行けないせいで、ペダルの踏み替えとカックンブレーキになっているぞ。アリアやリーフの方が、この点では快適に乗れます。といったところで動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。